地球環境変動観測ミッションは宇宙航空研究開発機構が進めている人工衛星を利用した地球環境の変動を長期的に観測する計画。国際プロジェクトの全球地球観測システム10年計画に、沿い10から15年程度の期間、全地球上の降水積雪量や水蒸気量、雲、エアロゾル、植生などの物理データを観測し、 そのデータを気候変動予測や気象予測、水や食料資源管理などに利用し、その有効性を実証することを目的としている。2012年5月18日に最初の観測衛星、雫が打ち上げられ、2017年12月23日に2期目の観測衛星、色彩が打ち上げられた。グコムは日本の国としての政策。 国際的な地球観測計画、そして JAXA の地球観測衛星の開発方針が複雑に絡んで誕生したミッションである。2003年9月1日、総務大臣、文部科学大臣、国土交通大臣により宇宙開発計画に関する長期的な計画が発表され、今後10年間に JAXA の果たすべき役割の一つとして地球観測計画が挙げられた。 また、内閣府の総合科学技術会議において2004年に、我が国における宇宙開発利用の基本戦略及び地球観測の推進戦略が掲げられた。国際的な動きとしては、2005年2月に第3回地球観測サミットが開催され、全球地球観測システム10年実施計画が承認された。これらの動きを受けて、2005年6月、 JAXA を管轄する文部科学省宇宙開発委員会地球観測特別部会が具体的な地球観測衛星計画である我が国の地球観測における衛星開発計画及びデータ利用の進め方についての報告書をまとめた。この報告書に基づいて JAXA がかつてのグコムを大きく修正させて誕生したのが現在の地球環境変動観測ミッションである。 グコムは日本の第3期科学技術基本計画における国家機関技術の一つである海洋地球観測探査システムの一部として位置づけされている。グコムとは JAXA が推進する地球観測計画であり、2種類の衛星を5年おきに3回打ち上げ、計6機の衛星を用いて10から15年の長期に渡り、地球上の陸地、海洋の様々な物理データを 継続的に観測する大規模なミッションである。衛星1機あたりのコストを200億円以下に抑えつつ、故障に強い設計にすることで、ミッションの継続性を強く意識している。国際的な地球観測計画であるジース10年計画における気候変動と水資源管理の分野において、日本として貢献することを目的としている。衛星システムは、 水循環変動観測衛星シリーズと気候変動観測衛星シリーズに分かれる。前者は高性能マイクロ波放射系アンスアニを、後者は多波超光学イメージャースカリーを搭載し、地球上の大気、海洋、陸地、雪氷を総合的に観測する。観測した一時データは、JAXA 内の地球観測研究センターに集約され、グコム専用のデータ処理、 研究解析システムを使用して、より工事のデータに加工された後に、全世界の研究者に提供される。日本の保有する他の地球観測衛星のデータと、合わせて、地球環境変動観測、災害監視、主源探査のために利用される。2008年7月時点で明らかになっているのは、グコム第1期までであり、2期以降の計画の詳細は未定である。 衛星は3機に分かれて打ち上げられ、それぞれ5年の観測を行い、各機の間は1年程度重複させて観測する。前期の衛星が寿命を超えて運用が可能な場合は、安全に運用可能な状態である限り前期と時期の、衛星の両方の衛星で観測を行い、観測頻度を上げる予定である。一万一衛星の打ち上げに失敗したり、予定運用期間中に衛星に、 重大なトラブルが生じた場合は、直ちに磁気衛星の開発に着手し、結束期間を最小限にする予定である。衛星バスにおいては可能な限りの冗長設計がなされており、太陽電池パネルや内部の電源系は完全に二重化され、片方が故障しても観測が継続できるようになっている。衛星バスはグコム W1 と C1 では、 約80%が共通の設計であり、開発費用の縮減を図っている。観測機器においても、重量的な余力は、多機能化ではなく、信頼性向上に振り向けており、無理な軽量化は行われていない。水循環変動観測衛星雫は、大気や土壌中の水分量や温度を観測することができる、高性能マイクロ波放射系アンスアニを搭載し、放水量、 水上気量、海洋上の風速や水温、陸域の水分量、積雪振動を観測する。質量は約1 9 0 0ラム、設計寿命は5年。高度約7 0 0トルの極軌道に投入される。昇降点通過地方対応時は13時30分プラスマイナス15分の午後軌道。これはアンスは E を搭載した。 既存のアクア衛星のデータと整合性を取るためである。衛星の開発費は200億円。2011年度に HEA ロケット21号機にて打ち上げられる予定であったが、相乗りする韓国の多目的実用衛星3号の製造遅れにより、2012年度に延期され、同年5月18日に打ち上げられた気候変動観測衛星主載は地球表面や 大気の色や温度を観測することができる、可視熱赤外多波長光学センサスカリーを搭載し、雲、エアロゾル、海色、植生、雪氷等を全地球規模で長期間継続的に観測することで、将来の気温上昇量の正確な予測に必要となる放射収支及び炭素循環の変動メカニズムの解明に貢献する。質量は約 2020kg。 設計寿命は5年。高度 798km、傾斜角98.6度の極軌道。高校点通過地方対応時は10時30分プラスマイナス15分の午前軌道。これは、同種の他の衛星で午前軌道を取るものがないためである。衛星の開発費は180億円の予定。2017年12月23日に HEA、ER、ロケット37号機により、 超低高度衛星技術試験機ツバメと共に打ち上げられた。2008年7月時点では公開されている情報は少ない。衛星搭載センサ類に関しては必要に応じてアンスアニスカリーに改良を施したものが搭載される予定である。グコム W1 は追加で他のセンサが搭載可能な設計になっており、 グコム W2 以降では、緑2に搭載された c ウィンズのようなマイクロ波、産卵系の搭載も検討されている。地上システムは、追跡管制システムとミッション運用系システム、解析研究系システムの3つに分かれる。グコム W1、C1 では、追跡管制システムとミッション運用系システムを一元、管理し、運用費用の縮減と信頼性の向上を、図っている。 市場システム全体としては、イブキや全球降水観測計画、GPM、d p r で開発しているシステムを活用して、短期間に確実なシステム開発を行う予定。グコム c 1は W1 と比べて一時、観測データ量が200倍、生成する標準プロダクトも3倍以上となるため、解析研究系システムに多くの予算が割り当てられている。 高性能マイクロ波放射系2型は、緑2に搭載されたアンスアおよびアメリカの衛星アクアに搭載されたアンスア E の改良型である。軌道上で合計2.0メートルの大型反射鏡を展開し、これを1.5秒で1回転させることで、地上を1450キロメートルの円弧状にスキャンして測定していく。アンスアやアンスア E より信頼性は向上し、 寿命も3年から5年に伸ばされている。技術的な変更点は少ないものの、構成精度を向上させることによって、測定誤差を低減している。マイクロ波の測定チャンネルとして、7 3ヘルツ帯と8 9 0ヘルツ帯が新設されている。7 3ヘルツ帯は6.925。 ギガヘルツ帯のチャンネルの上調用及び補正用として、89.0ギガヘルツ帯は、降水量と開氷密接度の測定用として用いられる。対して、アンスアにはあった50.3ギガヘルツお及び52.8ギガヘルツ帯のチャンネルが削られている。これらは、気温の情報を得るために用いられていた。九点零ギガヘルツ帯は、アンスは E でも用意されていたが、 部品故障により観測精度が低下していた。アンスアシリーズは2008年7月時点で同等の性能を持っているセンサは他にはなく世界最高性能を持つマイクロ波センサである。は、その物理量の観測に最重要の周波数帯を示す。変波はどのチャンネルも V と H。量子化ビット数は12ビット、ダイナミックレンジは 2.7K から 340K。 多波長光学放射系は、ミドツ2に搭載されたリンの後継センサである。ミドツ2の機械操作のリスセンサが大型か、複雑化しすぎた反省から、2系統の簡素な観測装置に分割し、かつ、観測対象チャンネルを絞り込むことによって、信頼性とサバイバビリティの向上を図っている。スカリーは、リンに比べ、地表面分解能が高いこと。 陸上エアロゾル等を観測するための変更、多方向観測機能を持つこと等の改善を行っている。一方、スカリーで観測できるチャンネル数は19とリの36チャンネルから大幅に減少している。これはグコムで求められている観測に必要なものに絞り込んでいるためである。スカリーは、下肢、近赤外放射系分の2つの放射系から構成される。 前者のスカリー VNR は桃1号のメッサー、不要1号のオプス、ブナー、緑のアブナー、第一のアブナーマイナス -2 センサの技術を継承している。スカリー VNR は直下方向を観測する非変更観測センサと、プラス45度方向マイナス45度方向の範囲で切り替え、多方向観測ができる変更観測センサから構成されている。検出には CCD を用いており、 機械操作が不要な電子操作方式の放射系である。非変更観測センサは、観測方向の異なる3本の共闘で構成され、それぞれが画角24度で、合わせて合計70度の操作幅を持つ。陸域、沿岸では250メートルの分解能、外洋域では1キロメートルの分解能で観測する。変更観測センサは、 673.5ナノメートル用と868.5ナノメートル用の日本の共闘を用いて0度、プラス60度、マイナス60度の3つの方向の変更面について変更観測を行う。また、衛星進行方向に対して前後45度の範囲内で任意の角度に設定が可能なチルト機構が実装されている。 1> 約 1150km の幅を 1km の分解能で観測する。スカリ IRS は地上から受けた光を単波長赤外と熱赤外に分光し、各々の,の,の検出器へ導入する。IRS の操作方式は操作鏡による機械操作方式である。0.74秒間に1回地表面を操作し、1回の操作で観測幅80度を観測する。 観測幅は、スカリー VNR で 1150km、スカリー IRS で 1400km であり、日本付近において2かに1回の観測が可能である。全チャンネルで、機械操作であった、リッセンサの 1600km から交代している、ものの、分解能 250m の高分解能で、観測できるチャンネル帯は増えている。スカリー VNR に新たに追加された、 変更観測機能により、エアロゾルの粒子の大きさが判別できるため、エアロゾルの発生源が推測可能になる。1998年、当時の宇宙開発事業団内部で、アデオス2や LOS に続く地球、観測衛星の研究が着手され、1999年8月には、文部科学省宇宙開発委員会で、地球観測変動観測ミッションの推進登存。 観測センサオデスの研究開発が了承された。地球環境観測を扱う科学者コミュニティにおいても、観測要求条件の検討がなされ、2000年1月にグコムミッションの第一弾として、オゾン、温室効果ガス観測衛星と気候変動観測衛星が提案された。環境庁においても、温室効果ガスをより精密に測定するため、 緑2に搭載されたイーラズ2の後継センサで、あるソフィスの開発研究が進められた。2000年4月、ラスダは、H2 ロケット8号機故障による、運輸多目的衛星 MTSAT-1 の打ち上げ、失敗の余波を受けて、グコムーデスの研究を一本化し、グコム A1、グコム B1 衛星のセンサとして、立候型センサ、アンスは後継センサ、 新規開発のオーパスセンサの3つの開発に絞った。同時に海外からのセンサ提供も募集し、同年12月に欧州宇宙機関開発のスウィフトの搭載が決定された。同年12月の宇宙開発事業団評価委員会第3回地球観測部会評価報告書においてグコムの具体的目標として以下のものが挙げられた。地球観測の観測手法や 成果物に関する世界標準を構築するようなリーダーシップを取る。相互バックアップや不良の事故に対するリスクの緩和のため、観測結果の成果物を他の宇宙機関や既存の計画との整合性を取る。他の機関や研究者グループとの機関間、国際間協力を組織的に行うためのガイドラインを取りまとめる。また、グコム A1 と B1 の 衛星コンフィギュレーションについて以下のように記載されている。グコム A1 と B1 でかなり異なる衛星を使用することからミッション間の共通性を高めるため B1 を分割して3つの1トンクラスの衛星に分けていることも提案されている。同時に B1 の2つのマイクロ波センサでの同時観測というメリットが失われることも指摘している。しかし、 予算上の強い制約とミッションの重点化のため、グコム A1 は2002年6から10月にかけて、略称なしの温室効果ガス観測技術衛星と呼ばれ始め、その後、ゴ s a t という故障に改められた。ゴ s a t の主目的は、京都議定書で定められた第一約束期間における温室効果ガスの地域ごとの排出量の観測に特化され、グコムからは独立したプロジェクトとなった。 ゴサットには当初ソフィスオーパス、スウィフトの3種類のセンサが搭載される予定だったが、2003年、地上付近の二酸化炭素の分布をより精密に測定するため、ソフィスセンサに代わって、環境省が新規に開発する別方式の炭素、FTS センサが搭載されることになった。ミッションの重点化のため、オゾン観測用のオーパスセンサと、オーパスと同時に観測しなければ、 効果を発揮できないスウィフトセンサの搭載は中止された。5サットはイブキという名称で2009年に打ち上げられた。一方のグコム B1 は JAXA の地球観測衛星のロードマップからその名称が消えた。2005年6月宇宙開発委員会地球観測特別部会で我が国の地球観測における衛星開発計画及びデータ利用の進め方に ついての報告書がまとめられ、国際協力、観測データの活用、及び国産衛星、センサによる日本の貢献という観点からその後の日本の地球観測衛星計画の方針が定められた。この報告書上に記されているアデオス通行計器1及び後継機2が現在のグコム W1 及びグコム C1 へつながる計画となった。ありがとうございます。